非常にバランスがいい選手ですので、蹴りとパンチの、こういう試合が期待されますね。さあ第1ラウンドです。さあまずはお互いに出方を見るといったところでしょうか。距離を測りながら、突きと蹴り出していっています。もう軽量級というかフライ級、スーパーフライ級の軽いクラスですから、もうスピードが、はい、もう命ですから、もうスピードあふれる試合で進行していくと思います、はい。さあお互いにですね、まあ、間合いを取りながら、さあどこから攻めていこうかというところになりますが、やはりそのキックボクシングですので、キック中心に距離を取ってますか。うん、ただそのローをうまくお互いに使ってます。あれローをあんまりもらうとね、はい、どうしても3ラウンド、ラウンドと進行しますとね、動けなくなるんで、やっぱりあれはうまくカットしないとまずいですよね。ローをあんまり蹴られると、これはスリップです、はい。さあ近づいてから今度は首を掴んで、お互いの膝の打ち合い。さあ膝を打ち合っている。さあお互いに首を掴んで、ここで離れた。さあ距離が詰まって首を掴んだら、先ほども膝の攻撃でしたが、こういうところ宇田選手うまいですね、はい。ただ山下選手の方サウスポーなんで、もっと左を積極的に、左のミドルですね、左のミドルキックをボンボンボン出していったら、うまく自分のペースに持ち込めると思うんですけど、いやいや左の蹴りが少ないように思われますね。今の左のミドルをもう少し、そうです、今みたいなのをどん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 対応していくと、はい、相手のスタミナを奪いますので、有利に展開できるんですけど、やや少ないというか、もっともっと左をもしつこく一発当たって満足するんではなくてですね、何バットでもしつこく打っていくべき、しつこく対応していった方がね。さあここで第1ラウンドが終了となります。見ていると割とですね、その距離を測りながらというようにも見えたんですけれどもね、ところどころ組んでからは膝の打ち合いだったんですが、宇田選手は今のペースでいいんじゃないかと思いますね、はい。蹴りもパンチもバランスよくできてるんで、山下選手の方は先ほど申し上げましたように、はい、左をもう少し多用すれば有利に展開できるんではないかと思うんですけど、やや左が少ないと。さあこれから第2ラウンドとなります。さあ第2ラウンド、今みたいにもう軽くでいいんです、左どんどん出していったらいいんですよね。今のそうですね、太ももの内側にっていうのも蓄積すればすごいダメージになるんですよね。そうです、もう、さあ宇田選手も積極的に攻めています。パンチからキックのコンビネーション、首を掴んで膝です。首を掴んで膝、一旦距離を置きます、はい。さあこれはスリップ、はい、山下選手左のロー、距離を測る。この回は、はい、このラウンドはですね、やや左が出てるのかなと思いますけれども、もっともっとね、はい、すっごく左を出していったらいい、はい、と思われるんですが、ただその前に出てってる分、その相手の出方を見ながら宇田選手もうまく受けて、自分の攻撃につなげてますよね。宇田選手はこの、はい、まあ、展開で自分のペースで進めていけばいいと思うんですけれども、はい。さあ一旦距離を置いて、今度はどちらから、
さあ組んだらお互いに膝の打ち合いとなりますが、ここはどうでしょうか、ブレイクになるんでしょうか。そのまま打っています。さあここでブレイク入りました。左のミドル、どちらもですね、距離詰めていたときに攻撃は激しく出ますね。もう、フライ級ですからスピードが生命なんで、どん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 もう、一発で倒すというようなパワーは、まあ、比較的少ないんで、はい、まあ、その手数というかスピードと手数ですね、はい、それが生命に、うん、生命線になってきますので。さあ組んでますが、ここで膝が出た。あの辺りの体の入れ替え方は宇田選手うまいですね。さあ第2ラウンド残り時間わずかとなっています。さあ第2ラウンドが終えました。まあ、その決め手を欠くというか、お互いにその攻撃をまあしながらということで、どちらかが一方的になるようなことはなかったですね。なかったですね。もうほとんど差はジャッジつけてないと思われますんでね、はい、この試合も先ほどの試合同様ね、うん、3ラウンドがもう勝敗の分岐点というか、まあ、3ラウンド後戦に出た方が、はい、この試合取れるんじゃないかと思われますので、まあ、数出していければまた展開も変わってきますかね。もっともっと出さないとね、うん、ポイントになりませんのでね、はい、単発で終わりますとね、やっぱり、はい、ジャッジの印象もあんまり良くないんで、あれ続けますとね、あ、よく攻撃してるなという印象、まあまあ、ジャッジに対する印象とですね。さあ組んでから最終の第3ラウンドですので、お互い前に踏みます。さあ左が出ています。お互い組んだら今度は膝の打ち合いとなります。さあパンチからのキックコンビネーション。さあ組んだらお互い膝ですが、さあどうだ、どちらが優位に運ぶのか。さあ左が出た。さあ山下選手の左が出た時には山下選手が優位ですが、宇田選手も追い詰められた時にコーナー本当にくるっとうまく返しますね。あそこはうまいですね。くるっと体入れ替える、それもコントロールしているとジャッジが判断するとポイントになりますのでね、はい、やっぱり相手をいかに自分のペースでコントロールしているかというのは試合の流れをというかポイントの判断に、ね、はい、有利に働きますのでね、はい、まあ、ただその距離を置いてからの決定だというのがなく、割とこう今組んで膝の打ち合いというような感じになってますけども、さあどうでしょうか、まあ、これからまだ、はい、決定的なポイントはどちらも、ええ、今このラウンドも取れてないと思われますのでね、はい、やっぱりもう残り時間で勝負と、どん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 攻めてもらいたいですね。さあ今の膝ちょっとクリーンヒットしたみたいですね。宇田選手の、左の膝が、そこで宇田選手、ね、次が出るといいんですよね。どん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 そのタイミングで。さあお互いに、組んでは膝ですが、距離を置いては、キック足でキックを出しながらの攻撃。さあここで残り30秒のコール。
さあお互い猛攻となりますでしょうか。さあ残り10秒と言いました。さあここは首を組んで膝を打っている。第3ラウンド終了を告げるゴングでした。この試合もやっぱり、難しい判定になると思いますが、ジャッジがどう判断しますか。決定的なポイントというのは両選手なかったですからね、一進一退というか、どちらも譲らない展開でしたね。ただフライ級らしい、スーパーフライですけれども、その軽量級らしいスピードのある試合ではあったですね。ジャッジ高さん30対29、青山下。ジャッジ高田30対29、赤宇田。ジャッジ川原30対29、青山下。さあ判定で2対1、スパンキー・グロス選手が勝利を収めました。